高橋兄さん。はい。え？今日は何のお仕事で？今日は取材って言われてきました。はい。おめでとうございます。え？え、何ですか？え？私、トレンビーというサイトの、あ、はい、記者 J と申します。あ、J さん。お世話になってます。はい、この度、はい、高橋凜さんが、はい、記事の PV 数が1年間でトップになりました。はいはい、やったー、ありがとうございます、嬉しい。本当ですか？そこでこれを授与したいと思います。ありがとうございます。すごーい、初めてですよね。ありがとうございます、嬉しい。あ、すごい、ありがとうございます、皆さん。やったびっくりした。なんか普通に取材だからと思ってこうやって待ってて、そしたらカメラ、びっくりしたありがとうございます、はい、今年振り返って、あの、今年目標にしてたことがあるんですけど、なんか結構自分がやりたいお仕事とかをできて充実した1年だったと思うんですけど、本当皆さんのファンの皆さんの力が団結してできたお仕事ばかりだったと思うので、ありがたく思ってます。それもなんか称号が欲しいなって思ってたんですけど、そのみそじグラドル総選挙の、あの、投票もファンの皆さんと、ファンの皆さんの友達とか、あの、関係者の方がたくさん投票してくださってグランプリ取れたので、本当にファンの皆さん様様です。私こういう賞ほとんど取ったことがなくって、多分皆さんね、ご存知かと思うんですけど、本当に今年結構そういう賞をいただくことが多くて、でも、ね、このガラスですか、そうですの、あのものとかも本当に昔一度だけ撮ったことあるんですけど、すごい嬉しくて家に飾ってあるので、今日も、あの、今日からこちらのガラスもお家に飾らせてもらいたいと思います。来年の目標はやっぱりその今年ですね、より一層グラビアもっと頑張りたいっていう気持ちが向上してって、やっぱ30過ぎてもまだ遅くないぞっていうことでみんなに発信していきたいので、グラビアのお仕事でさらに活躍することと、あとは、あの、やっぱ地上波とかテレビに出て地元のお母さんとかお兄ちゃんとか家族とかね、友達にたくさん見てもらいたいので、あの、お仕事をね、より一層頑張っていきたいと思ってます。え、びっくりしました。なんか最初その、なんだろうと思って、あの、カメラにライトがついてるんですけど、アイエスフィールド、あの、うちの事務所って映画会社なので、なんか、YouTube の撮影かなとか思ったんですけど、あの、まさかのトレンビーさんで、あの、一番ね、あの、アクセス数があったということで、すごく嬉しいです。でもちょっとびっくりしました。なんだろうと思って、ちょっと挙動不審になっちゃいました。毎月ね、撮影会をやってるので来月もありますということとですね、今2022年の高橋凜のカレンダーが発売中ですので、まだの方は皆さんぜひゲットしてください。来年1年一緒に過ごしましょう。あと、ヤマダウェブさんでですね、あの、グラビアも公開されてますので、興味ある方はぜひチェックしてみてください。はい、本当に今年ですね、すごい楽しくお仕事ができて、写真とか SNS とかにも多分私がすごい楽しんでる様子が伝わってくるよってファンの方とか、やっぱ関係者の方に言っていただけることが多かったんですけど、それも本当皆さんがいつも応援してくださるおかげだと思いますし、今回のトレンビーさんの、ね、アクセス数ナンバーワンで賞を取れたのも本当皆さんのおかげだと思いますので、これからも相変わらずこんな感じで、あの、グラビア楽しくやっていきますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。ああ、嬉しい。